皆さんこんにちは、プロゴルファーの市原達彦です。今日は、バンカーの打ち方を、やろうと思って菊池さんに来てもらったんですけど、実は過去にゴルフネット TV さんで撮った動画がものすごく良かったんで、なんかちょっともうそれを出しちゃおうかなと思ってるんですけど。どういうことですか。ちょっと待って。いやなんかまあ今日バンカー撮ろうと思って、はい、菊池さん来てもらったじゃないですか、はい、でもなんか過去になんか自分が出したというかゴルフネット TV さんで撮った動画がすごくいいんですよ、はい、いやそれはいいんですけど、はい、今日調子いいって言ってたじゃないですか。まあ、なんかちょっとゴルフも日が暮れるまでちょっと一緒に体を動かしてましたけど、はい、調子いいからなんかいい感じだなっつって、はい、なんか動画も期待できそうだなみたいな振りを僕にしてたじゃないですか。そうですね、今日はやれそうだって。そう今日も調子良さそうだなって。そう、はい、でやらず、どういうことですか。いや、まあ、ちょっと見ていただき見ていただきたいんですけど、はい、いやこの動画は結構いいんですよ、バンカーの。いやこの動画ってどういうことですか。ちょっとボリューム上げますね、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。いやこの大切なことは、これゴルフネット TV さんで出してる動画ですよね。そうなんですよ。いいですよ、止めていいですよ。あ、止めてない。っていうかそれがどうしたんですか。いやこれすごくいいんです。喋りも調子いいし、はい、最近ちょっとなんか喋りが調子悪いなっていやっていうか、はい、1ゴルの動画を撮りに僕呼ばれたんですよね。まあまあそうなんですけど、はいはい、そうなんですけどね、はい、なんかちょっとそう、これすごくいいなと思って。いいからどうしたんですか。いいんで、もしあれどうしたんですか。いいんで、もしまあもし可能だったらもうこの URL を1ゴルに貼っちゃおうかななんて思ったんですけど。いや結構いいんですよ本当に。いやそれいいのは分かったんですけど、はい、だってその当時のバンカーの感覚と教えたいことと今のって違ったりしないんですか、はいはい、いやもう全部一緒なんですよ。あ、一緒なんですか。一緒です。あ、じゃあ同じネタをもう一回動画で擦りたくないっていう言い訳ですか。これ、まあ、まあまあそういう言い訳じゃないんですけど、まあ、ちょっと言い訳になっちゃうかもしれないんですけど、そうそう、同じ動画をやっぱり一ゴルでやるのは、まあ、やっぱあれかなと思って。そう俺千葉まで来たんですよ。いやいや、でもこれすごくいいんですよ。はいはい、はい、それはしかも2本あるんですよ動画。それはねゴルフネット TV さんが作ってるから、はい、ちゃんとロケもしてカメラマンとかも 2,3 人とかでやってるから、はい、いい動画ではあると思うんですけど、はい、うん、今日は1ゴルの撮影がしたいから菊池さん時間くださいって言って僕呼ばれてきたんです。そうですね、しかもバンカーなる練習場に来て。そうなんですよ。いやでもなんかちょっと見てたらいいんですよね。なんかさっき携帯チラチラ見せたらそれ見せたんですか。そうなんですよ。もう言いたいこと、僕の言いたいことすごく、はあ、うまく喋ってくれてるなと思って我ながら。自分ですもんね。しかもリプレイもすごい何回もあるんで。はいはい、いや、リプレイは僕も撮ったら、はい、まあまあそうですよね、はい、いやそうなんですよ。だからこれ本当にいいんで、これちょっと見てもらいたいんですよね。見てもらいたいは分かったんですけど、じゃあ今日やらないとですか、はい、なんか結果的にはそうなっちゃうかもしれないんですけど。結果的にそうなっちゃうってどういうことですか。結果的にはそうなっちゃうかもしれないんですけど、はいはい、でも本当これ動画いいんで、はいはい、じゃあ今やらないんですか、バンカー。なんか、うん、でもまあ全こっちがいいですよ。どういうことですか。だってせっかくバンカーあるとこ来たんですよね、はい、まあまあそうです、そうですね、はい、そうです。それでわざわざ千葉まで来てもらって、はい、菊池さんに、はい、なんですけど、なんかすごくなんかいい動画なんで。これはどこでやってるんですか。これは4年前の水のオープンの会場で、はいはい、まあ、ウェイティング行った時なんですけど、ザ・ロイヤルカントリーで撮影したんですよ、はいはい、ちゃんとしたバンカーで。ちゃんとしたバンカーでグリーンもなんかすごい整備されてて、すごくいいですよ。別にここが整備されてないとかじゃなくて、はい、お使い方の人に怒られますよ。いや怒られる、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃなくてなんかすごく、はい、青空で気持ちいい動画だなと思って、はい、だからここ今日は撮らずに、はい、そっちを見てもらった方がいいんじゃないかということが言いたいわけですか。まあそうなっちゃうんですけどね、結論的に言うと。ってことはどうするんですか。これ出さないんですか。これを出せばいいんですか。僕はいや、これを出していただけると、はい、このリンクを貼ってもらって、はい、すごくいい動画なんで。どういうこと本当に。いや、まあ、じゃあ今日僕は、はい、単純に市原さんと、はい、ちょっと
スイング見てもらったりとかしながら、ただ練習場来ただけみたいなもんですか、はい、帰りにラーメン食べます。あ、ラーメンですか、はい、帰りにラーメン、ごそう、美味しいラーメン屋さんあるじゃないですか、はい、それ市原さんが食べたいだけですもんね。いや、僕が食べたい、はい、じゃあもう本当にやらないで、まあ、こっちを見てもらうってことですか。まあ、まあ、ちょっとな、打ちます、何発か。で、まあ、でもこっちがいいと思いますよ。なんかこの動画で一回も打たないで終わるっていいんですか、それで。市原さん的には。いや、まあたまにはいいんじゃないですか。いい、はい、たまには。市原さんのチャンネルだから市原さんがいいんだったらそれでいいんですけど、はい、いいんですか、それ、まあ、たまにはたまにはなんか一発ぐらい打てばいいんじゃないですか、はい、じゃあ一発ちょっと打ちましょうか、バンカーから。バンカーね、はい、その理論で打ったバンカーはどういうことなのか、はい、じゃあちょっと一回だけやってください。そうですね、せめてせめてせめて一回ぐらい打ってくださいよこれは、はい、後ろから取った方がいいか前から取った方がいいか、どっちがいいですか。後ろからがいいと思います。後ろから、はい、球の飛んでいく感じが分かるんで、はい、はい、じゃあお願いします。じゃあ説明は全部ゴルフネット TV さんの動画でしてるんで、じゃあちょっと打つだけ打ちますどんだけやりたくねえんだよああ、もうバッチリ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 です、バッチリです、はい、じゃあこのゴルフネット TV さんの動画見てもらえたら、もう全て細かく説明してるんで、はい、打ち方、今の打ち方が分かるんですか。そうです、そうです、そうです。距離感の出し方、どうやってボールに対してクラブヘッドを入れたらいいかとか、もうすごい細かく説明してますから、はい、今日はこんな感じですね、はい、せめて最後に、はい、ここの URL ってそこに僕ちょっと URL 貼るんで、ここに URL 貼ってるんで、ぜひぜひ見てください、はい、これゴルフネット TV の人に言ってます？言ってないですけど、まあでもあれじゃないですか、ゴルフネット TV としても動画の再生回数上がるじゃないですか、はい、まあ、一応聞いておきます、事後報告、事後報告、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございましたすいません、菊さん、本当にいいのそれ。いやいや、大丈夫です菊さん、はい、たまには、うん。